Gun! Fight! Yoga fire! 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 Yoga fire!
height. Come on, you can make it!
Japan. Round one, fight! Fight!
Oh!
皆さんこんばんは。こんばんは、どうもほぼ山本です。と、本日ですね、2020年1月24日、金曜日ということで、式の細道したいと思うんですが、本日、プレイヤーが7名エントリーしていただいた、プレイヤーが7名です。ですね、ちょっとここで皆さんの、意見を確認したかったんですが、今日7人なんで、割り切れないのでチーム戦はできませんと。チーム戦はできません。なので、通常通りの細道ルールでやるのか、それともトーナメント形式、一人ツーオンというね、エントリーしていただいた2キャラで一人ツーオンというね、トーナメント式の形式でやるのかというところをちょっと多数決で決めたいと思います。通常の式の細道がいい方、手を挙げてください。はい、いません。はい、じゃあ一人2オンでいい方、1、2、3、4、4人、過半数超えましたということで、7人なんで4、3で、じゃあトーナメント式の2オンとします。ちょっと今表を作りますので少々お待ちください。
つうわけでこんな感じのトーナメントでいきたいと思いますよーと、1番エクスパーさん、2番ヒロポンさん、3番ディオさん、4番ハクさんということで、これ1組目のトーナメント4人組、エクスパーさんとヒロポンさんが1回戦で、ディオンさんとハクさんが1回戦。はいはい、そうですね、先方キャラは申告の方がいいですね。で、5番目、ほぼ山さん、6番目、川島さん、7番目、シード権の戸方さんという形でございます。ちょっと一応ね、後々、画像見えないと思うんで、ツイッターでアップはしたいと思います。一応ですね、一人ツーオンなんで、キャラ、1キャラ目と2キャラ目の同じ人ってそのまま言っちゃいます？それとも選び直しありします？あー、そうですね。1キャラ目申告。じゃあ、すいません。僕、ごめんなさい。見ちゃってはいるんですけど、覚えてないので、念のため、キャラを、一人、で、2キャラ選んでるのは僕とエクスパーさんだけかな？確認します。ここで一気に土方さんがフリー、シード権を得ていたが、権竜で、ヒロポンさんがダルバイソン、ヒロポンさんダルバイソンで、ディオンさんが S バイソンと S ホグで、クレジンさんごめんなさい。今日一人ツーオンなんですよ。2キャラ同じでもいいですし、別でもいいんですけど。いいっすか？ダルダルで。クレジンザンギないっすか？ない、ない。はい、はい。その2、そう。ちょっと、同キャラしてた方は選び直しをちょっと許させてもらいました。ダルダルです。で、また例のごとく、クレジットはすいません、100円まで、1人100円まで、2クレまでは、実費で負担ということで、ね、自費で参加費込みで負担とお願いいたします。じゃあすいません、エクスパーさんとヒロポンさんかな、1試合目すいません、 1P2P を決めていただいて、あれこれこれあれします、じゃんけんで先出しかコンパネかを選びます、そうしましょうか、じゃんけんで先出しかコンパネを選べます、勝った方が、コンパネを選ぶ権利か、そうそうそう、で、もしくは相手に、1キャラ目を先出ししてもらうと、先決めてもらうと、そのルールでいきたいと思います。いいですか？いいですか？まずじゃんけんをしてください。じゃんけんポン、はい、アイコーでしょ。
はい、決まりました。じゃあ 1P 側ヒロポンさんで、ダルシム、 2P 側エクスパーさんでリュウということでお願いします。1人2オンです。これでリュウオアダルシムどっちかが負けても終わりじゃないです。もう1回あります。さあ始まりました。開幕すら様子見してましたね、エクスパーさん。お、竜巻から投げていく、ひどいムーブだ。立ちガードしてればなんかあったかもだから。おっ、ヨガで、お、昇竜出る、真空ねじ込んでった。さあカーシュム乱入します。はい、お願いします。最近ね、ヒロポンさん、ダルシムが楽しいみたいで、目覚めてしまいましたね、ついに。これね、まあ、カーシムさんもいますし、クレジンさんもいますしね、式にはいろんなダルシムが、まあ、ただね、ちょっとエクスパーリューはね、ちょっとハードルが高いかなって感じですね、最近、ね、そうなんですよね、暴れがひどいんですよね、そうですね、もう置いてある行動がかなり多いんで、ダルシム側はもう、見てからやらないといけないっていうスタイルじゃないと、うん、結構安定した数は難しいです、ね、なんか自ら入ってるように見えちゃいますよね、ワールドに入っちゃうと攻撃に、そう、当たりに行っちゃってる感覚になっちゃうんで、あの竜巻は吸い込まれますからね、まずいっすよね真空竜巻ですからねさあ3ラウンド、お互い1-1で3ラウンド目、これ画面端脱出はできたが、やばい、おっと昇竜出た、すごい音を出して昇竜拳入力します。大パンがひどいぞ、これは投げる、投げたのは竜、あれちょっと離れてたからですかね、ボタンかな、あれですね、ガードの仕方ですね、竜巻の、はいはいはい、ガードのこう硬直、ガード硬直があるんで、はいはい、ダルシム側が、はい、あ、はい、入れていいです、1人100円まで入れてもらえればいいです。あの、ね、ガードのタイミングをずらさないと、はい、ダルシム側のこう有利フレームを取れない、反撃確定にならないです、ね、なるほど、全部ガードしちゃうとダメということですね。さあ1試合目はヒロポンさんの、ダルシムが勝利で、まあ、エクスパー2キャラ目もリュウなんでね、そうですね、はい、聞いたんですけどね、違うキャラでいかないかって、やる気勢でした。さあ中ボスから投げ、さあ竜巻が多い、ちょっと竜巻多めですねこれ、そうですね、さあ真空が第5ス真空できるぞ、この男、ドンピシャでしたね、逆に言えばドンピシャでヒロポンさんが手を出してしまったということ、そう思えちゃうんですよね、ドンピシャで出しちゃったんです。さあ今のガードの仕方だと確定にはならない、竜巻と、さあ置き攻めがうまくて投げて竜巻と投げと真空だけで取っていった、さあ取り返した、さあヒロポンさんは、バイソンしかなくなったぞ、2キャラ目バイソン、しかしバイソンなんで、まあ、バイソンはね、これごめんなさい、ああそうだ、さあヒロポンバイソン、さあ3段つながって、シンクはガード、はい、さあコンパン、さあ飛び、ああ裏回り竜巻、さあめんどくさい、やばい、ゲージもないし体力もない、打たないのもきつい、さあ止まったぞ、あー引っかかる、うわ思い切って波動打ったエクスパーが1本ファイヤー打てましたね、思い切ってやっぱり、ね、あの距離だとね、クレイジー合わせるのはほぼ不可能なんで、そうっすね、さあ起き上がり竜巻、なんだあのムーブは、やばいぞ、竜巻からバックジャンプダイバン、ちょっと面食らってる感じですね、ヒロポンさん、ダメ味、さあこれ全部入って、さあタチュー、タチチューパン、あれは近距離で出すのはすごいいいですね、早いですし、あれね、投げが化けてもあれなのでね、かなり美味しい技なんですよね、そうっすね、立ち台パンだとね、上に張ってないんで、中パンだとああなるんですよ、あーっと真空ヒット、さあうーわ、あの近さでグリッとさあ勝ったね、昇竜に突っ込んでしまった、
勝ったね、スパさん。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、続いて、ハクさんとディオンさん。じゃんけんで、じゃんけんで、まずは、勝った方が、勝った方は、キャラを、相手のキャラを1キャラ目指定するか、もしくは、コンパネを指定するか。コンパネを取る。さあ、じゃあ、1キャラ目はお互いに、申告、していただいて。はーい。さあ、ハクくんは決まりました。さあ、ハクくんはコンパネを選択したので、お互いに申告。さあ、ハクくんは、ベガ。ディオンさんは、あれ？バイソン。S バイソン。S バイソン。なるほど。いや、ディオンさん両方 S なんですよ。そうですね、ド S です。なぜか。なぜか。ちょっと申し訳ないです。これは、もうなんともか、人ともかんともなんで。さあ、ハクベガ対 S バイソン。さあ、ディオンさんの S バイソン。さあ、ベガバイソンは、ちょっとバイソンきついかな。あ、バイソンではベガがきついかなって感じなんですが、まあ、できなくはない。そう、S バイソン。下がないですからね、S バイソンにはね。ずっと立ちガードできちゃう感じ。しゃがみ強キックあるが、さあ、投げ受け身がない。仕方がない。これが S キャラの宿命。さあ、飛びはガードして、あー、痛いの、いらんなかった。さあ、掴んで、しかしゴチゴチ、いい勝負。さあ、タックタックに勝つ。今のヘッドはね、うん、我慢してましたね、ハッキンがね。かかりやすいですよね。中ヘッドとかだとね、多分ガッてしゃがんでたらガードになるってこと、半角にならなかったのかもしれないですね。さあ、ガンガン投げていく。これはもう投げ死ぬぞ。なるほど。さあ、ハクさんのベガ勝利で、そうするとこれ申し訳ないですけど、ディオンさんが、まあ、でも逆か、逆もあるのか、まあ、そうかそうか、フォークですが、こうなっちゃうと S フォーク、これはね、S フォークなんでね、ちょっと話が違いますよ。逆に投げがきつくなるのはベガの方か、うん、さあ、死んだか、投げた、ごちゃったが投げたのベガ。さあ、前ジャンプ中盤でうまい、落としていく。うわっ、ワンチャンね、一回勝利を食らっただけでも死が見えるんでね。あの前ジャンプ大パン。さあ、亀梨、ミスっている。あっと、ゲージがない。はい、削り。さあ、ワンチャン逃しましたね、リオさんね。いいところで捕まえれそうだったんですけどね。最後で逃げる。さあ、さあ強い。さあ、ガメアジやばいぞこれは。さあ、1回目ライトメアがない。さあ、昇龍、これは死んだ。2回目、さあ、これは1回、そうですね、ガメアジいっちゃうとね、ゲージがないとベガがかなりきつい。ほぼ死んでしまう。ほぼ死亡。ほぼ死んでしまう。めくりから台風、露骨にいっている。さあ、スコパンから、さあ、しゃがんでスカりましたね、今ね、しゃがみスカシ、もう勝ってるのはフォークだった今。すげえ、三角、さあ、ピヨン、さあ、どうする。あーっと、まだピヨンない、コンボ。さあ、もうこうなるとピヨンないですか。うわっと、回していた、思い切って回していた。さあ、ハクさんがこれでキャミーを、あ、そうか、ハク、キャミーだ、盤石ですね、これね。これはいい組み合わせですね、この2キャラ使える人にとっては。まあ、フォークがね、S フォークなんでね、そんなに一方的な試合にはならないかなと思いますね。なるほど。なんせね、S フォークは攻撃力が高いんで、相打ち取ってもダメージ勝ちすることが多いですね。ああ、そういうことですね。さあ、フリガン、あー、落ちない。さあ、フリガン、ガードしてしまう。これはちょっと厳しいところ。キャノンスパイク、あっと、これはガード。さあ、これはやばいぞ。おっと、スカシャ、なかな
か出ないですね、台風がね。露骨に上からも行けないですからね、これだと。キャノンが待っている。さあ、ホークはやらないと勝てない。しかし、やりに行くと、食らう。やっと三角も落としていく。さあ、ハクさん勝利。これ、ごめんなさい、エクスパーさんいるんで、こっち先にやっちゃいます、決勝。あ、そうですね、それでもいいですよ。さあ、先に A ブロックを、終わらせてから。白さん、すいません、連戦で申し訳ないですけど、エクスパーさんと決勝だけお願いでいきますか。準決勝か。はい。さあ、ハックンはじゃんけん、エクスパーにじゃんけんで勝って 2P を選択。さあ、1キャラ目、ハックン、ベガー。さあ、エクスパーさんは2キャラとも竜なんで、さあ、竜です。さあ、エクスパー竜対ハク、ベガー。さあ、 A ブロックの決勝。さあ、バックジャンプ、中ゴスはしっかりガード。さあ、アッパーで落とす。めくりから、めくり竜巻から投げ、投げる、受け身がないぞ。さあ、中盤拾った。これ意外と長いんですよね、引っかかるところが。相打ちだが、竜巻投げ、露骨。さあ、こっからが難しい。ベガ、お互いあと一撃で死ぬだろう。おーっ、いや、死ぬってる。ドンピシャの飛びが通りましたね。よく見てましたね、今ね。いや、読みかな、今。弾よくうめえな。さすがキャミーでね、いつも弾を避けてるのがありますね。そうっすね、うん。あ、ハックあれなんだよね、あのフェイロン使ってもね、やっぱ弾よけうまいんですよ。あさあ、竜巻から投げ、ほぼ投げだけで殺していく。エクスパーコンボですね、これね。さあ、開幕は、さあ、前ジャンプ、珍しい。あ、死んだか、これは。ピヨッテオリ。さあ、何をやっているんだ。あ、乗っかられる。危ないよ。さあ、さあ、1体目の竜を倒して、さあ、エクスパー2体目、2代目エクスパーですよ。2代目エクスパー、2代目エクスパー。もう死んだみたいになってますけどね。投げる、投げをやり返す。さあ、ピヨって、さあ、ピヨってる。さあ、今度はしっかりいったが死ななかった。なるほど、なるほど、削りが待っている。しっかり重ねができる。さあ、1本目はハクベガ。さあ、リーチだぞ、ハクベ。歩き投げ、投げ、お互い投げが結構ね、投げた、投げて、おお、中盤ファイヤー、うまいな。うまいことダウンを奪った。なんだ、 あの位置で中盤で拾える。当たる、シンク拾えなかった。あっ、投げたのはハクベガ。さあ、置き攻め、ダブル2かな。おっ、うわ、上り台キック、前ジャンプ大剣、ハクベガ勝利。うめえな。さあ、続いてカーシムさんと僕ですね。あ、 B ブロックですね。はいはい、はい。あ、マイクどなたか適当にできたりします。いや、じゃあ第3お願いしちゃいます。いいっすか、マイク。いいっすか。続きまして、川島さんと山本さん、じゃんけん終わりましたかね。勝ちました、勝ちました。どっちにしますか、キャラかサイドか。先出しで、わかりました。カーシムさんはザンギガエルのどっちかを先出しでサイドを選んでください。ガエルで、
2P で、ガエルで 2P、 ガエルだそうです。残儀を残していきましたね。山本さんはガエルに対してチュンリーですかね、竜か。まあそうですね、竜ガエルは結構難しい。チュンリーですね。あ、お疲れ様でした。ここでエクスパーさん ご自宅に帰宅です。弦が当たって中足が結構当たったので、体力リードはガエルがしている。おっと、立ち中盤、おっと空対空で、おっとテンション出している。これで大体イーブンか。おっと弦スカッタが投げかくってたのか、今のは踏まない。おっとすかして投げて、減らない、全然減らない。スピーバー結構食らう。あ、今バーンストレートが裏剣の漏れかな。ここで立ち終盤早い。おっと飛んでめくったが2段目は繋がっていなかった。相打ちでチュンリーが勝っている。さあ2ラウンド目、これ1ラウンド目を見てどうなるか。画面端を押していって小足中足、あれがスラスト対空が難しいんですよね。おっとガードしている。小足遅らせ台足。おっと画面端を攻めてるのはカーシムさん。おっとこれは壁を蹴ってしまってサマーで切られて、おスピーバーの発生を裏剣でくぐって投げる。今度は対空をくぐって投げる選択しましたね。おっと前そばが確定してしゃがんで我慢している。またくぐって投げる。今度は台足、サマーが溜まっていてめくりがガードしている。おっと投げ返そうとしたせいか2段目から食らってしまった。これでちょっとチュンリーきついか。おっとくぐってくるぞ。タッチシューパン、投げ漏れでもタッチシューパンが強いんです。おっと戦列が、あっとあっとテンションが漏れてスピバになってしまう。これはよくあることですね。山本さん落ち込んでます。今の入ったらイーブンぐらいだったかもしれない。ここで山本龍、龍ガエルは難しい。ファイヤーが当たってこれは美味しい。波動がさね、おっと裏剣入ってこれでイーブン。裏剣をたくさん食らっているが、ここで確定ジャクソニック。おっとシンクあったがちゃんとガードしている。遅らせ台足飛んで、あーっと惜しい。高めの飛びもしっかり投げ返してきましたね。むちゃくちゃにしてくる。これはエクスパームーブか。タッチ中パンソニック、おっとニュートラル消去を巧みに使ってくる。あと空対空が届かなくてめくりが入ってしまう。3段だったのでまだ死ななかったが、おっと中返し、お昇竜読みのダブル。これでわからない、危ない。やーっと真空がガイルは硬直が短いので間に合わない。飛んで、いやー怖い、飛んでくる。やーっと竜巻ダブル、2回目のダブルが溜まっていた。勝ったのはカーシムさん。続きましてドカタさん対クレジンさん。じゃんけんはドカタさんが勝って 2P を選択。そしたらお互いというかクレジンさんはダルダルなのでそのまま始めてもらって OK です。1回戦だけ両方入れてもらって。あ、リセットかかってないな。ちょっと待ってくださいね。
リセットかかりましたよ、今画面。ここで土方さん先に竜を出してきた。竜を出した。あと竜じゃないんだ。そうですね、意外ですね。土方さんはダルシム戦どうなんでしょうか。ああいうドリルを波動を見てからじゃないやつはなるべく昇竜で落とせると攻めができるので。そうですね、まず1ラウンド目は様子見みたいな感じですよね。でもそうですね、打ってないところのドリルはなるべく昇竜で。あっと、トップスピンをミスってしまって、スラータイク、これは確定。だいぶそういえばさっき分かんないって言ってました土方さん。ダルシム戦分かんないって言ってました。私も分かんないです。あー、やっぱ打てるとかファイヤー強気に打ってった方がいいようなイメージは、ね、伸びた手足にファイヤー当たれば美味しいんで。あとは竜巻ですね。ただどれだけダメージソースになるところで打てるかなんですよね。そうですね、あとは置き攻めを必ずする。ちょっと高かったか。ドリル置き攻め以外の飛びはかなり投げかっか、勝利かくってめくりが危ないので後ろから。おっと、中足前アード、あーっと食らっている。削りではないぞ、削りではないぞ、食らっている。さあ、土方さん、じゃあ剣になっちゃいますね。ドカ剣、これは気まずいですね。そうですね、剣は結構竜巻の使い方とかが鍵になってきたりとか難しいところ。いやっと3発ピヨってしまってフレームからのファイヤー。おっと、おっと、これは美味しいぞ。攻めたい膝からのコアコアコア竜巻投げ、これでイーブンか。ピヨッタージャンプ台形、波動でいいのに飛んでいった。これは開幕が、あーっと惜しい。おっと、弱波動踏ませて刺さった。ちょっと高かったが竜巻を昇竜、昇竜、今度は落として投げ返されて、しかし投げ広いですからね。これはあーと今昇竜かくっていたか。昇竜かくってましたね。ダイヤシあるぞ、ドリル、さあインフェルの圏内だが、さああと一発だぞ。いやー食らってる。ドリル、頭ドリル。さあクレジーダルシムリーチだぞ、先にリーチをかけた。あと昇竜が空振ったところにファイヤーが噛み合ってしまう。さあ燃えている。ところは打っていきたい。おっと、ダルシムハウス。フレーム。これはきついぞ。インフェルノ溜まってしまう。立ち台系。昇竜あんのか。おお、クラス台足。ここからインフェルノ出る。はい、きっちり。というわけでグレジンさん勝利。だこのまんまですね。あれ、川島さんいます。あ、いますね。ここで、はい。クレジンさん対、川島さん。ここで、ザンギガエル対、ダルダル。ここは、ここで川島さん、紳士ですね。大悟さんだが、カーシムさんかなり残機がうまいので、ダルシムが結構大変、こけたらやばいっていうプレッシャーあるんで。まあそうですね。まあガイルは、対空技をしっかり出せるかが鍵ですね。あとは打てるところは打っていきたい。おっと、サマー！圧勝を切っていく。投げる！投げ！大パーン飛びだったので、いい感じにずれたか。
スイープ、ちょっと今ので流れがサマーがいっぱい飛んでくる。サマーで近づいていってます。怖いっすね。もうソバキャンサマーやってるかなこれ。ダルシムは打てるところは打っていきたい。できれば先に打ちたい。サマーが引っかかってインフェルノとりあえず重ねて、まずは使っていく。対空が出ず、スイープの間に刺さって、これは取りたい。対空が危ない。ダブル削りだが、あー今のはスラでこかしたかったか。さあ大事にいきたいところ。うわーっと立ち置け、こすってるのを見てから、まさか上だ。冷静に、ね、そうですね、パンチ止めるの見て冷静にジャンプ、あ、立ち台剣押しましたね。使って、これは美味しいか。サマーが冴えてるぞ。だがここは落ち着いて待っていきたい。サマーがタイミングがバレているのか。だがしっかりガードしている。ドリル、さあソバット、ソバットソバット、ソバットだけで殺していく。あ、ちょっと待ってね、クレジンさん、あのクレジット使ってください。そう、入ってるやつ、みんな100円使ったので。さあもう一度ダルシム、ガイル戦の対空がまだ難しいのか。おっと、レバー入れ消去、あれ強いんですよね。おっと、ダイヤシが合わさって、でもリードしてるので大事にいきたい。おっと、ピヨってしまう。暴れすぎたか。ミスって、さあこれはあるぞ。見ている。あーっと、ゼロドットだった。そういえばカーシムさん、よくよく考えればダルシム使いなので。そうですね。おーっと、ピオール、アッパー様、アッパー様投げる、強い。さあカーシムさんが勝利で、決勝はハクさんとカーシムさんと。さあ、じゃんけんで先出しを選んだハクさんが、2P、ベガとで、ザンギ、カーシムさんがザンギ。さあ決勝戦ですね、カーシムさんとハクさん。ガイルを残した形か。なるほど。でハクさんはキャミを残している。さあ画面端、1回目、2回目、あ、ちょっと離れたか。これは気まずい。まい、おっと、回ってないぞ。ダブラリ、冷静ダブラリ対空ですね今。さあ2ラウンド目、開幕ダブル2だったがガード。さあヘッドブレス、さあダブル2着地飛んだがスクリューまでいかなかった。大足が刺さって上から、死んだか。まだある、まだあるぞ。相手目はしっかりガード。お、青サイからの弾きバニシング削り。さあ、最初に勝利 したのは、カーシムさんのザンギ。さあ、ハクさんがキャミ。これは、
これはもうキャラさん。何もしない。さあ、台足にスパイラルアローが刺さっていくが、タッチ中継、あーっと飛んだらキャノン、地獄、ザンギーは地獄、画面端でザンギーは固まるしかない。さあ飛んだらキャノンと、さあ走って一回フラッパーはちょっと離れてしまった。さあウーリガンが速くて見えない。さあさあスパコンで削っておしまい。さあカーシムさんはガイルと、ここまでは計算通りみたいな感じですね。さあさあどうでしょうガイル、先ほど結構ねいい動き見せてたんで、やってなくもないぞ的な。しかしフーリガンはやっぱ痛い。さあフーリガンでサマーなんですよね。サマーなんですけど遠目で出しちゃっていい。さあめくってなかった。投げるキャノンスパイクを後ろから投げる。さあしっかり切っていってるぞ。投げた。さあ両者 1-1、 決勝戦らしくなってきた。さあフーリガンを切っていく。あーっとピヨってない、コンボ入ったがピヨってない、ラッキー。しかし体力がだいぶ、さあ最後も切ったフーリガンを切った。さあさあ優勝はカワシムガイル、おめでとうございます。いやー一言すいません、お願いします。いやー、すいませんでした。なんかガイル、クソガイルで今張ってましたよね。申し訳ないです。最後もう一点張りでしたよね。もう普通にあれ歩いて投げとか食らってます多分ね、うん、もう上しか見てなかったハクさんも気づいてたけど出しちゃったみたいな感じですよね。あえてね勝負に来たんでしょうかね。そうですね、そうですね。切れるのか俺のフーリガンがと。そうフーリガンね、あの反応して出してもね間に合ってない時とかあるんでねそう投げられちゃうことが多いんですけど、あれは癖で出しちゃった感じですよね。いやーまあしょうがないですね、まあ、フーリガンを出してしまったという。いやー意外と盛り上がりましたね今日ね。そうですね、2-1いいかもしれないですね。これ面白いですね、うん、ただ、まあ、人数がね10人超えるようになるとちょっと時間かかっちゃうんで、はい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 、難しいかもしれないですけど、8人かなの で、 そうです、ね、やってみましたということですね。いやーでも川島さん今日まさかあれですよね、クレジンさんダルダルでいるとは思わなかったですよね。あーやっぱねガイルの動きはなんとなくね見てるんで、ガイル、はいはい、あダルシムやってると、なるほど、結構嫌なガイルとかね動きがやっぱ結構なんだろう限られているというか、うん、ここで打ってくるだろう読みのジャンプが通るとかそういうところ張ってないとガイルがかなりねあのきついんで、普通に戦ってるとすぐやられちゃうんで、よく見てたなと思って。あとはでも手足を伸ばすところになんかカウンターを取るとかそういう行動をされると、はいはいはい、結構ダルシム側にねプレッシャーがかかって、あれですよね、サマーでだいぶ張ってましたもんね。今日そうそう今日もサマーばっかりですよね、ひたすらね。サマー多かったですね、10回ぐらい打ったかな今日1日で相当な数のサマーを打ちましたよねまあ大概当たらないんですけどいやだいぶサマー打ったなと思って。まあクレディさんはあのね、あの高めのドリルとか多いし、はいはいはい、あとは立ち台キックもたまに打ってくるかなと思ってたんで、
まあ、そこにたまたまサマーを張ってただけです ね、 そうね、重ねた感じですよね。まあガイルはね、でも難しいっすわ。たまに触るんですけど、はいはいはい、全然成長しないですからね。やってる感じはでもありますよ、なんか雰囲気だけじゃないですか。ごちゃごちゃっとされるともう何もできないですね。さあ、というわけで、あ、本日からですね、あのエボジャパン、あーそうみたいですね。で、有明じゃねえや、幕張幕張でやってます。で、残念ながら、大山のニュートンが、閉店です。店を閉めてます。昨日、ね、今日、明日、明後日と。機材とかスタッフを借り出してるみたいで、はいはい、人でもないし、機材もないということで。ということなんで、今週が4週目なんですが、あ、4週目、そう、だから土曜日のニュートンのランバトが、ありません。あ、ニュートンね、ごめんなさい。バーサスのランバトもお休みしております。あ、そうなんですか。はい、あの二回転さんがツイートしております。あ、なるほど。なので今のところそのバーサスもイベントないし、ニュートンも転休ということで、まあ、一つイベントがないんです。そうなんですかね。さあ、普通にヘイとか、はいはいはい、そうですね、池袋通常のね、まああとX、エボジャパンで X、基盤でどうやらトーナメントがある。いや、トーナメントあるんで、明日なのかな、多分明日。じゃああれかな、我々が知ってる中でも出場する人がいる、知ってる方もエントリーされますよ。ほうほう。結構僕の掴んだ情報によると、はい、サソリさんとかですね。あー、サソリさんね。あと、はい、ニコニコフロム、あーあー、ニコフロム東京、ね、東京とかもエントリーはしてるみたいで、もうちょっと早くね、基盤だって知ってれば僕もエントリーしたかったんですけど、もう気づいた時にはもう調整つかずだったんで、まあ、ネット配信とかされると思われますんで、はい、見てく、あ、永田正月さん主催だから永田さんも出るのかな、もしかしたら。あ、正月さんが MC で出るんですね。そうですね、永田さんが一応その、なんでしょう、責任者、X の責任者みたいな感じで持ち込み企画みたいな感じでやってます。あ、てっきりアニコレだとばっかり思ってたんですけどね。さあ、画面は配信台は、のじあいを垂れ流しという形にしてありますので、まだまだ、配信があり次第、週末の特に X イベントはエボジャパン以外はないですという感じだと思います。あれは日曜日は、日曜日のバーサス、いや、バーサス自体多分 X を置いてくれると思いますよ。ダメなのかけどね、土日は。ただイベント、日曜のイベントは、あれ、日曜って試合みたいなのやってましたっけ、いつも。ね、日曜のバーサスの時ってちょっと私も認識があんまりなくて、日曜日はなんか配信、あー、なんかあれやってますね、組手とかやってますよね、日曜のバーサスって。まあでも明日は正式にあれはないですね、イベントは。そうですね、うんうん、なので明日から、明日、明後日ぐらいからまた雨降るみたいな、日曜日雨みたいな、なんかまたね、ちょっと冷えるみたいな、ね、うん、話なんでね。そろそろ雪も、あ、この前雪観測されてましたね。そうだそうだそうだ、先週雪でしたね、東京は。積もりはしなかったですが、東京はと言いながらここ埼玉ですけどね。あ、日曜日南浦は、はい、あります。あ、かな、南浦美観も、そうか、日曜のイベントできましたよね。2時から、2時からフリープレイみたいですね。なるほど、2時、14時ってことですか。そうです、ね、そんな早くから、はい、ああ、なるほど。もし興味のある方は南浦ビッグワンまでちょっとツイッターとかチェックしてみてください。じゃあそんなところですかね。そうですね、はい、じゃあとりあえず配信はここで切っちゃおうかな、あ、切っちゃう、マイクはここで切っちゃおうかなと思います。ありがとうございました。はい、どうも、川崎でした、はい、山本でした。
イ。
Thank you.
Fire!
Round 2, fight!
Fire! Yoga fire! Yoga fire! Ha!
Fire! Hold on, fire! Hold on, fire! Hold on, fire!
Thank you.